皆さんこんにちは。今回は子供を持たない選択をした芸能人を10名ご紹介していきます。1位和田アキ子。歌手、タレント、司会者など幅広いジャンルで活躍している大御所芸能人の和田アキ子さん。アッコさんとして親しまれる和田アキ子さんは長い間テレビ界で活躍していますが、プライベートに関してはあまり知られていないかもしれません。和田さんは過去に2度の結婚を経験しており、どちらの結婚でも子供には恵まれませんでした。最初の結婚は1976年、和田さんが26歳の時で、相手は当時のマネージャー小林はじめさんでした。2人の交際は和田さんが小林さんに相談することから始まり、5年間の交際の末に結婚に至りました。しかし結婚生活は8ヶ月で終わり、1977年に離婚しました。和田さんは多忙な生活が原因で夫婦のすれ違いが生じたのかもしれません。その後1981年にはカメラマンの飯塚浩司さんと再婚しました。2人の出会いは1980年のドラマひまわりの戦争の撮影現場でした。飯塚さんの仕事ぶりに惹かれた和田さんからアプローチがあり、交際がスタートしました。和田さんは次の結婚でぜひとも子供を持ちたいと願っていましたが、結婚後すぐに子宮がんが発覚し治療を受けることになりました。医師からは厳しい選択を迫られましたが、飯塚さんは和田さんを支え続けました。手術は成功しましたが、子供を持つことは叶いませんでした。それでも和田さんは事務所の後輩の子供たちやアジアやアフリカの子供たちを支援するなど、多くの子供たちとの関わりを持ち続けています。和田さんはこれまでに100人以上の子供たちを支援し、里親としての役割も果たしてきました。和田さんと飯塚さんは今でも夫婦として仲が良く、困難を乗り越えた経験が2人の絆を一層強くしています。夫婦として大切なことを学んだ和田さんの姿勢からは多くのことを学ぶことができるでしょう。2位、五代夏子。五代夏子さんは1961年12月18日生まれで、東京都出身の演歌歌手、本名は山田明美です。演歌の世界で著名な歌手。五代さんは紅白歌合戦に22回出演するほどの実力者です。幼い頃から歌への情熱を抱き、演歌歌手になる夢を持っていました。彼は積極的に自分のキャリアを築くためにスカウトマンがいる場所を何度も往復し、最終的には事務所に所属しプロデビューを飾りました。初期の頃は厳しい時代もあり、スナックでの歌い手としての営業が主で、ストレスから円形脱毛症を患ったこともあります。その後彼はレコード会社を変更し再デビューを果たすと、そのシングルは35万枚を超えるヒットとなり、一躍トップクラスの歌手の仲間入りを果たしました。2000年には俳優の杉龍太郎さんと結婚し、39歳と56歳という年の差や杉さんが再婚であることなどが話題となりました。杉さんは以前に結婚しており、3人の子供がいますが、五代さんには子供はおらず、その理由の一つが彼女が32歳で新型ウイルスに感染していたからかもしれません。感染後彼女は妊娠に消極的で、夫婦で治療を優先することを選びました。五代さんが48歳の時、治療薬の改善により副作用が少ない治療を開始し、50歳で病気が改善されました。現在では彼女は自身の経験を生かし病気の啓蒙活動を行っています。子供がいないものの、夫婦は互いに尊敬し合い支え合う関係を築いています。3位、真矢ミキ。1964年1月31日生まれで、日本の女優、元宝塚歌劇団花組トップスター。本名は西島ミキ。広島市西区南観音町生まれ、大阪府豊中市育ち。真矢ミキさんは元宝塚歌劇団花組のトップスターで、現在は女優として活躍しています。中学3年の時に宝塚音楽学校に合格し、1981年に宝塚歌劇団に入団。音楽学校時代は平凡な成績でしたが、先輩である第一魔王さんに憧れ、努力を重ねた結果初舞台で主役を務め人気を博しました。1995年には宝塚歌劇団のトップスターに就任し、日本武道館でのソロコンサートを開催するなど、宝塚に新しい風を吹き込みました。
宝塚退団後は女優に転身しましたが、38歳で事務所から戦力外通告を受ける苦境も経験。しかし大規模なオーディションに合格し、その後は広く知られる人気女優としての地位を築きました。真矢さんは宝塚時代の男役のイメージが強く、ドラマではクールな女性を演じることが多く、そのためかかっこいい女性芸能人ランキングでトップに選ばれたこともあります。2008年にはバレエダンサーの西島さんと結婚を公表。西島さんはフランスのバレエコンクールで優勝経験があり、2人の出会いはドラマの振り付けを担当したことに始まります。2人の間に子供はおらず、理由は公表されていませんが、真矢さんは結婚会見の際に仕事を最優先にしていることを明かしていました。また結婚当時の真矢さんの年齢は44歳で、高齢出産のリスクも考慮されているかもしれません。夫婦は子供について話し合い、最終的には真矢さんの仕事を優先することに決めたようです。4位、工藤夕貴。1971年1月17日生まれで、日本の女優、歌手、平田オフィス所属、血液型 B 型、堀越高等学校卒業。父は歌手の伊沢八郎、実弟は元俳優で実業家の工藤正樹、系譜は平田オフィス代表取締りの桜井良寿。工藤夕貴さんは多くの映画賞を受賞するなど、日本を代表する女優として知られています。彼女は伊沢八郎さんという演歌歌手を父に持ちますが、自分の力だけで芸能界での地位を確立するために小学6年生で芸能界に入りました。初期は父の名前を隠して活動していましたが、結局公になってしまったようです。早くからその才能を認められ、若くして実力派女優の地位を築き上げ、さらにはハリウッドにも進出しました。その当時ハリウッドにおけるアジア人出演者は非常に少なく、約 5% 程度でしたが、工藤さんは多くの作品に出演し、その実力を海外でも証明しました。現在は女優業を続けつつ、静岡県で農業も営んでおり、自宅敷地内にカフェを構えて自ら経営もしています。プライベートでは2度の結婚を経験していますが、子供はおらず、現在の夫は以前警察官でしたが、カフェ開業を機に退職しました。2人は田舎で穏やかな生活を送っています。工藤さんは多忙な女優活動と事業経営をこなしながらも、自分の力で夢を追い続ける強い意志を持った人物です。5位、千品子。1947年9月11日生まれで、日本の女優、コメディアン、漫談家、歌手、タレント。東京都中央区日本橋生まれ、銀座出身、静岡県熱海市在住。血液型は B 型、身長154センチメートル。泉ピン子さんは渡る世間は鬼ばかりでの役柄が非常に印象的ですが、彼女の芸能界でのキャリアはそのような役だけにとどまらない多彩なものです。もともとは歌謡漫談家としてデビューし、その後バラエティ番組で見せる辛辣なコメントや活気ある態度が彼女のコメディアンとしての背景から来ているのです。泉さんは芸能生活がすぐに順調に進んだわけではありません。デビュー後10年間はキャバレーを渡り歩き、一時はワーストタレントに選ばれたこともありました。しかし TBS の演出家鴨下真一さんの目に留まり、女優としての道を歩み始めたのです。その後 NHK の連続ドラマ小説推しのでの母親役が評価され、橋田壽賀子作品の渡る世間は鬼ばかりをはじめとする数々のドラマに出演しました。私生活では42歳で竹本さんと結婚しましたが、子供はいないようです。泉さんはトップ女優として多忙を極める中、夫の不倫騒動が週刊誌によって暴露され大きな話題となりました。記者会見では、夫のことは嫌いになれないと泣きながら語り、夫をかばう姿が一部からは疑念を持たれましたが、後にそれがイメージアップのための戦略だったと明かされました。また子供を持たなかった理由については、できなかったと答え、その背景には何かしらの理由があったとされています。泉さんは子供好きで知られ、仕事仲間の子供にプレゼントを贈るほどです。そんな彼女にとって記者の質問は非常に心を痛めるものだったでしょう。6位、小田和正。
1947年9月20日生まれで、日本のミュージシャン、会社役員、身長172センチメートル、血液型は A 型。小田和正さんはその気をもどりじしい声とメランコリックなラブソングで幅広い世代に愛されている日本のトップミュージシャンです。彼は1970年に音楽グループオフコースのボーカルとして音楽界に足を踏み入れ、初期はなかなか売れなかった時期もありましたが、17枚目のシングル「さよなら」って大ブレイクし、トップスターの地位を確立しました。オフコースとしての活動は1989年に終了し、その後はソロアーティストとしての道を歩み始めました。特に注目されるのはドラマ「東京ラブストーリー」の主題歌「ラブストーリーは突然に」で、これが28万枚の売り上げを記録し、彼のキャリア初のミリオンセラーとなりました。小田さんはソロ活動に移行してからもその才能を生かして数多くのヒット曲を世に送り出し、ドラマや CM での使用が相次いでいます。確かなことやキラキラといった楽曲も広く知られています。彼のプライベートについてはあまり公開されていませんが、1982年には自身より6歳年下の新井恵子さんと結婚しています。2人は同じ出身地で中学時代の同級生であり、新井さんがオフコースのファンクラブで活動を支える中で親しくなり、約10年の交際を経て結婚に至りました。子供については公にされていないため、おそらくいないと思われます。小田さん自身、子供を持つことに不安を感じているようで、自分が子供を育てる自信がないと述べています。しかし子供に対する愛をテーマにした曲も作っている小田さんが子供を苦手とするのは意外かもしれません。それでも彼の意見を尊重し、奥さんの新井さんも子供を持つことに対して同意しているようです。7位吉永小百合。1945年3月13日生まれで、日本の俳優、歌手、ナレーター、司会者、タレント、本名は岡田小百合。1960年代を代表する人気映画女優、吉永小百合さんは日本を代表するトップ女優として広く知られています。彼女の美しさと上品さは多くの女性から憧れの対象とされており、その魅力は年齢を重ねるごとに増しているように感じます。吉永さんは1957年に小学生の頃、ラジオドラマ「赤道鈴之助」で芸能界デビューを飾り、その後1959年に「朝を吹く口笛」で映画初出演を果たしました。1960年代には日本映画界において圧倒的な支持を受け、多くの作品で活躍しました。彼女の代表作「キポラのある蝶」では、1962年にブルーリボン賞の主演女優賞を獲得しました。また歌手としても成功を収め、橋幸夫さんとのデュエット「いつでも夢を」で日本レコード大賞を受賞するなど、その才能を多方面で発揮しています。最近では映画で母親役を演じることが多い吉永さんですが、実は彼女自身には子供がいません。1972年には当時フジテレビに勤務していた岡田太郎さんと結婚しましたが、彼女は結婚前に子供を持つことに消極的な発言をしていたことが知られています。それは彼女の幼少期の家庭環境に起因するとされる噂があります。父親の事業失敗による極貧生活を送り、母親が家計を支える中、吉永さんも家計を助けるために芸能界入りしました。成功を収めた彼女に対する母親の依存が深まり、女優である前に人間であれという母の言葉に対して吉永さんは不信感を抱くようになりました。それが彼女が子供を持つことに対して不安を感じる原因になったのかもしれません。8位タモリ。1945年8月22日生まれで、日本のお笑いタレント、テレビ司会者、俳優、福岡県福岡市南区一崎出身。タモリさんは日本のテレビ界で広く知られている人物で、その活躍は多岐にわたります。彼は生放送番組の司会者としての顔を持ちつつ、明石家さんまさんやビートたけしさんと共に日本のコメディ界のトップとされる存在です。1980年代には深夜番組でその知的な面を前面に押し出し、人気を博しました。その後フジテレビのプロデューサーの提案で昼の番組にも登場し、
長寿番組「笑っていいとも」の司会者として大成功を収め、30年以上にわたり愛され続けました。タモリさんのキャリアはその後も順調に伸び、生放送の音楽番組「ミュージックステーション」の司会も務め、ギネス記録にも名を連ねることとなりました。彼の経歴は、芸能界入りする前には朝日生命の外交員として3年間働いていたこともあり、25歳で会社の先輩と結婚し、奥さんは現在彼の個人事務所の社長を務めています。タモリ夫妻には子供がいませんが、その理由としてタモリさんが子供を好まないことが挙げられます。彼は過去にテレビ番組で子供が嫌いと発言し、その本音が注目されたこともあります。また自身が子供だと感じているため、親になる責任を持つことに対して消極的だとも語っています。9位林家ペーとパーコ。明るいおしどり夫婦として人気を博した林家ペーさんとパーコさん、ピンクの衣装でテレビに登場することが多い林家ペーさんとパーコさんは、夫婦でありながら多くの人々が漫才コンビだと思っています。しかし実際にはパーコさんは落語協会には加盟しておらず、漫才師ではありません。彼女は北さんをサポートする形で舞台に上がることがあります。この2人の出会いは師匠である林家美平さんを通じてで、パーコさんは北さんの後輩でした。初めての頃、美平さんの元で一緒に営業を重ねるうちに自然と親しくなりました。林家ペーさんは美人落語家であるパーコさんに一目で恋に落ちましたが、パーコさんには当初恋愛感情はありませんでした。しかしパーコさんの母が林家ペーさんを気に入り、2人の結婚を勧めたことで気持ちが変わりました。師匠に内緒で交際を始め、やがて結婚に至りました。結婚から50年近くが経ちますが、お二人は今も仲の良い夫婦です。子供はおらず、その理由については公表されていませんが、仕事の忙しさから考える余裕がなかったのかもしれません。結婚当初、パーコさんはすでに人気タレントでしたが、林家ペーさんはまだ芸人として安定していなかったため、経済的にも子供を持つことは難しかったでしょう。以前のバラエティ番組での林家ペーさんの振る舞いから亭主関白だと話題になることもありますが、パーコさんはそれを30年以上受け入れ続けているといいます。実際のところ夫婦のイメージとは異なるかもしれませんが、仕事がなくなることを恐れて離婚しないと公言しています。10位中尾彬。1942年8月11日生まれで、日本の俳優、声優、タレント、コメンテーター。千葉県木更津市出身。中尾彬さんは数多くの映画やドラマに出演し、独特の存在感と味わい深い演技で知られています。彼のトレードマークであるねじれたスカーフとダリを思わせる風貌とは裏腹に、そのチャーミングな人柄が人気の秘訣の一つです。また彼の特徴的なハスキーボイスは声優としても彼の活躍を支えており、その声を聞くと、あ、中尾さんだと気づく人も多いでしょう。中尾さんは女優の池波さんと結婚しており、2人は子供はいませんが、料理や酒、美術といった共通の趣味を通じて強い絆で結ばれています。芸能界でも模範的な夫婦として知られ、交際期間がわずか巫女瀬のスピード婚で話題になりました。実は中尾さんにとってこれは再婚であり、1970年には女優の茅島さんと結婚しており、一人の子供を設けましたが、1975年には離婚。その子供は茅島さんが引き取りました。中尾さんと池波さんが子供を持たなかった理由は過去のインタビューで答えています。二人の関係は共演をきっかけに始まった不倫であり、その結果として中尾さんは前妻と離婚。離婚条件として、彼は息子の養育費とともに莫大な慰謝料を支払いました。また池波さんは結婚直後に妊娠しましたが、不幸にも子宮外妊娠でした。その後も子供を持つことは可能でしたが、借金返済と仕事の忙しさから子供を持つ余裕がなかったのです。加えて当時のイメージが母親役と合わないと考えられたため、子供を持つことを諦めました。このようにして様々な困難を乗り越えながらも本当の愛を貫き、芸能界で尊敬される夫婦となった中尾さん夫妻。彼らの物語は多くの人に感動を与えています。最後までご視聴いただきありがとうございました。
何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。中絶や流産を経験した芸能人は、どのくらいいるのでしょうか。噂では子供を中絶した経験のある芸能人は、何人か聞いたことがあるでしょう。今回は、子供を中絶、または流産してしまった経験のある芸能人をランキング形式でご紹介していきましょう。第1位、高島彩。高島彩さんは、入社1年目から、フジテレビ深夜の看板組、あやぱんを担当し、2003年から2010年まで、めざましテレビで、メインキャスターを務めるほか多くの番組を、担当した人気アナウンサーでした。2011年にはフリーアナウンサーに転向し、ゆずの北川悠仁さんとの結婚も発表しています。2014年2月に第一子となる女児を出産した。フリーアナウンサーの高島彩。先日、夫、北川悠仁の母の自宅隣に、推定価格1億8000万円の豪邸を購入したことを女性自身が報じたが、初めての育児に追われながらも、充実した日々を送っているようだ。しかし、実はこの妊娠出産までには辛い過去があった。というのも、先日発売した出産エッセイ本、再日記バースの中で、高島本人が以前に死産を経験していたことを告白しているのだ。本書によれば、最初の妊娠が判明したのは結婚から半年後のこと。妊娠4ヶ月目に入り、妊娠を世間に公表しようとしていた矢先。検診でお腹の中の赤ちゃんが亡くなっている。ことが分かったのだという。診断は子宮内胎児死亡。原因は染色体異常によるものだったそうだ。この妊娠が分かった時には北川と歓喜し、主人と手を取り合って喜んだ。幸せいっぱいのビデオも残っているという。だが、当時の高島の認識は、結婚したら妊娠するのは当たり前。そのため体をおあげ地にしようと思いつつも海外取材を引き受けるなど、まだ仕事モードから抜けきれていなかったという。第2位、長作ひろみ。長作ひろみさんは1988年に、オールナイト富士女子高生スペシャルの美観少女コンテストでベストパフォーマー賞を受賞し芸能界デビューを果たしました。その後3人組アイドルグループリボンのメンバーとなり活躍されました。その後、1994年にドラマ日の当たる場所で女優デビューを果たすと、テレビや映画、舞台など幅広い分野で活躍し、多くの賞を受賞しました。長作ひろみさんは過去に2度の流産を経験しています。習慣性流産の疑いがあり、子供を諦めたこともあったそうです。体を冷やさない養殖時などに気をつけたり、小さくりに縁起のいい神社を訪れたりしたそうです。夫にも子供は諦めよと言われていたそうですが、長作ひろみさんは子供が欲しいという気持ちに嘘はつけず、不妊治療を行いました。そして、2009年の夏頃に3回目の妊娠を報告。待望の赤ちゃんがお腹にやってきてくれたことに、母となる長作ひろみさんは喜びを報告されました。これまでたくさん努力してきたこともあり、妊娠できたことの喜びは計り知れないでしょうね。そして妊婦生活も順調に進み、2010年に第一子となる長男を出産しました。そのために、妊活と治療に大きく力を入れて、体質改善などにも励まれていたとのことです。第3位、菊池桃子。菊池桃子さんは、80年代アイドルとして、熱狂的なファンを獲得し、一世を風靡しました。その後、映画、パンツの穴で女優デビューを果たし、現在まで活躍されています。菊池桃子さん、第二子を流産するという経験もしています。
考えると、菊池桃子さんは、流産、長女さゆりさんの障害、元の女性問題、借金、離婚と、多くの試練を乗り越えてきたのですね。またその上、菊池桃子さん自身も、シェーグレン症候群を患っていることを告白しました。シェーグレン症候群とは、40から60歳の女性に発症例が多い免疫疾患で、ドライアイやドライマウスをはじめ、様々な症状をきたすとされています。原因はウイルスホルモン免疫異常などが考えられていますが、よくわかってないことも多く、治療は対症療法が中心とのことです。ただし関係者の話によると、菊池桃子さんに関して、早期の発見で早期治療ができたことで、今は通常の生活、仕事をしております、とのこと。完治は難しいため、今後仕事や育児に支障をきたさないか心配ですね。第4位、長澤まさみ。長澤まさみさんといえば、2000年の芸能デビュー以来、ドラマや映画など長い間活躍されている人気女優です。2004年に公開された映画、世界の中心で愛を叫ぶでは、ヒロイン広瀬アキ役を演じ、そこから一気に注目度が高まりました。長澤まさみさんは2013年に、伊勢谷友介さんと熱愛が報じられましたが、関係者によれば長澤まさみさんのお腹が、交際当時明らかに膨れてきたので、仕事を減らしたことがあるそうで、妊娠説が浮上していたといいます。一時は、できちゃった婚するのでは?と言われていましたが、その後結局破局を迎え、このことから長澤まさみさんは、子供を下ろした可能性が高いと言われています。第5位、吉高由里子。吉高由里子さんは、高校1年生の頃に、原宿で買い物をしている時にスカウトされ芸能界に入りました。2006年には、のりこの食卓で映画デビューし、その後、蛇にピアスで主演を務め一躍有名になりました。吉高由里子さんは自身のツイッターに、めい、たくさんの愛で生まれてきたはず、という文章と胎児のエコー写真を、アップさせたことで世間を騒然とさせました。エコー写真付きということで、流報同人から取材があったそうですが、冗談です、と軽くかわし、私の子ではありません。と言ったそうで真相は闇の中のままです。エコー写真は本人のものなのか未だに謎のままで、もしかしたら中絶したのでは?とは未だに噂されています。第6位、浜崎あゆみ。浜崎あゆみさんは、1998年シングル、ポーカーフェイスでデビューし、1999年のファーストアルバム、A Song 4XX を発売すると、ミリオンセールスを記録し、その後も各所を総なめする歌姫へと成長し、男女問わず大人げ歌手となりました。そんな浜崎あゆみさんが、2000年から2002年の間に中絶手術をしていることが、病院のカルテから情報が漏れ、ネット上で大騒ぎになり、遺伝子検査の結果、父親の名前まで判明してしまうという事件がありました。遺伝子検査の結果、相手はマックス・マツーラという人物と噂され、具体的な名前が多く出ていることから、信憑性は非常に高いと思われます。第7位、カゴアイ。カゴアイさんは、モーニング娘。第3回追加オーディションで、石川梨花に続いての2人目に4期メンバーとして選ばれました。しかし人気絶頂から一転、喫煙問題発覚し2007年に事務所を解雇されてしまいます。その後も様々なトラブルに見舞われましたが、現在は一般人の美容関係経営者と再婚され、第2子を出産しています。カゴアイさんが中絶したという噂は、2005年1月に浮上しました。こうした中で、
カゴアイと10代の若者らの対談を収録した書籍、ライブ未成年白書が8月25日に発売される。モーニング娘。メンバーとの交流から喫煙騒動。謹慎中のリストカット。両親の離婚に至るまで赤裸々に語った。という同書の発売を前に、東京スポーツの独占インタビューでもぐっとび発言を連発した。インタビューは、ライブでも触れている2005年1月の中絶騒動についての質問から開始。この騒動は04年末に人気グループオレンジレンジのメンバーとの間に子供ができ、中絶手術を受けたと各メディアが報じた。ファンの間で大騒ぎになったこの報道に対して、当時16歳だったカゴアイは中絶の意味が、わからずマネジャーに相談したようだ。マネジャーからは、カゴ、本当に?と聞かれたが、こっちとしては、何がですよ?私、まだそういうこともしてなかったので。当時東スポが本人に直接取材したところ、私は処女です、という言葉が飛び出すぶっ飛び取材となり、中絶報道については強く否定していたことから、デマである可能性は高いようです。第8位、愛武咲。愛武咲さんは2003年にデビューして以降、数多くのドラマに出演してきました。現在では悪女役がすっかり板には、舞っているとして話題にもなりました。プライベートでは2016年5月3日に、一般男性との結婚を発表し、2017年10月4日には第一子を出産されています。愛武咲さんは2013年の4月から8月まで、語学留学に行っていたそうですが、語学留学というのは表向きで、本当は中絶のためだったのではないかと噂されているのです。その理由は、約5ヶ月間の語学留学にもかかわらず、帰国直後の会見で英語の質問が完全 NG だったことから、中絶したという噂がさらに信憑性を増しました。いかがでしたでしょうか?いつもテレビで見る芸能人の中には、これだけの中絶、流産経験者がいました。中絶経験者の中にはおそらく、間違いなく経験したであろう人もいました。中絶するという道を選ぶことは、新しく宿った命を消してしまうということになります。妊娠を望まないのであれば、避妊をしっかりしましょう。また、流産はおよそ 15% の女性に起きているので、流産してしまう可能性はどの妊婦さんにもあり得ることです。完全に流産防ぐことは難しいですが、定期的に妊婦検診を受けたり、激しい労働や運動を控え、十分な睡眠や食生活を見直すことで、流産のリスクをある程度回避することができると思われます。